僕はプー、共通テストで大失敗した高3だ。早稲田志望だが、共通テスト理由を考え、共通テストを受けた。経過入試は絶望的だ。こんな失敗したらもう早稲田と振り込む。こいつは他人、井口。早稲田出身で、次第受験指導には定評がある。諦めた顔して試験だな。共通テストで失敗したぐらいでよ。半受験で早稲田受けんだろ？何からやったらよかですか？三つある過去問を解け。実力チェックだ。でも怖い。現実を直視する。足りない部分を明確にする。ここからしか始まらん。僕は井口が言う通り、過去問解き、英語長文の読解スピードが遅いことを、古文が安定しないことが分かった。弱点が分かりました。時計したらよかですか？暗記系と思考系分けて勉強しろ。お前は苦手な古文。今からでもどんどん暗記していけ。読解文章も解いて、全部覚え込むんだよ。はい。英語長文。これは少し厄介だ。直前期だから過去問で長文を焼くのが一番。重要なのは、なぜその答えをお前が選んだのか。根拠を紙に書くこと。頭で考えるだけじゃダメですか。ダメだ。思考が深掘りできないからだ。回答の根拠は紙書き。解説を照らし合わせる。理解を深め次に活かす。理解できんとき同言しよう。俺にいつも出してこい。